日産、Z 型エンジンとは、日産自動車が1977年から1997年まで製造していた1.6リットルから2.4リットルの自動車エンジンである。Z 型エンジンは、排気量を増大させるために、シリンダーの長さを延長した、ハイブロックの手法を用いている、Z24 を除いて、初期の直列4気筒、L 型エンジンと、 ほとんど同一の中鉄製シリンダーブロックを用いており実質的な L 型4気筒の後継改良機に当たる。すべての Z 型エンジンはバルブトレーンに再一 C を採用していた。Z 型エンジンの最も大きな特徴は吸気ポートを排気ポートの反対の車両右側に移動することにより性能向上と郊外低減を両立したアルミニウム合金製。 半球型燃焼室のクロスフローシリンダーヘッドの採用であった。この変更により燃料と空気の混合儀がより容易に燃焼室に入り込めるようになり排気ポートを通過する排気ガスの速度が向上したことでより効率的にシリンダー内部の早期を行えるようになり復帰パルスを低減することができた。また、Z 型エンジンには独自の 排ガス対策機構として、高回転域まで大量の排気ガスを循環させるように設定された EGR が装備され、EGR による点火不良の克服と混合技の燃焼電波速度を高速化する目的で、1気筒あたり2本の点火プラグを装備するツインプラグ構成が併用された。大容量 EGR によって NOX が低減され、 残る CEO と HC は当時比較的安価だった酸化触媒と二次空気導入装置にて浄化する仕組みであり、日産はこの機構を急速燃焼方式と称し、ペットネームとしてナップス Z と名付けた。Z 型エンジンはこれらの改良により、昭和53年排出ガス規制をはじめとする、マスキー法準拠の厳しい排ガス規制を、 比較的簡素な機構でクリアすることに成功した。燃料供給装置はダウンドラフト式キャブレターがシリーズを通じて主体であったが、後年では乗用車向けに電子制御式燃料噴射装置を備えたものや下級機を装着した高性能エンジンもラインナップされた。Z 型エンジンはターンフローの L 型4気筒搭載車両を近代化する役割を担い、 1970年代から1980年代にかけての日産の中型4気筒エンジンの中核をなす存在であったが登場当初から急速燃焼に伴う燃焼騒音が問題点を呼び技術課題として訴状に上がっておりその後の燃焼騒音対策の技術開発を促す契機ともなったまた Z 型エンジンで確立された大量 EGR ツインプラグによる、急速燃焼技術は、当時としては、画期的かつ安価なハイガス対策機構であったが、1980年代、中盤以降は三元触媒の普及と低廉化によって、次第に、その存在意義が薄くなっていき、横置きエンジンの全輪駆動車の台頭によってより、小型軽量なエンジンが求められたことにもより、後に、乗用車向けは日産、CA エンジン、ワゴンや、 商用車向けは、日産、火エンジンと日産、な、エンジンにそれぞれ置き換えられていった。Z16 は1978年に初登場。前年デビューの Z18 の廉価版という扱いで、海外市場では、特定地域向けの日産、ナバラのベースグレードで使用されていた。後年の Z16E と区別するために、Z16S と表記される場合もあり、 直列4気筒、サイ 1C8 バルブでダウンドラフト式、シングルキャブレターという構成であった。Z16 は、他地域でも、廉価モデルに採用される場合があり、代表的なものが、日本市場の910型ブルーバードである。Z16 には、商用車用エンジンがラインナップされており、乗用車用エンジンとは異なり1気筒あたり、点火プラグ一本のシングルプラグ仕様の、 シリンダーヘッドが採用されていた。参考スペック採用車種 Z16E は Z16S の燃料供給装置を電子制御式燃料噴射装置に変更したもの。Z16S と同時期に登場し、主に中級グレードに採用された。Z16S とほぼ同じ内部構造であるが、若干の出力向上がなされている。参考スペック採用車種 910ケーブルーバード 1800SSS の Z18S エンジン Z18 は1977年に Z 型エンジンの最初の機種としてデビュー 1.8L の最イ 1C8 バルブの直列4気筒で本質的には旧型の L18 型直列4気筒のクロスフロー版と言えるものである。 内径工程は 85.0mm×78.0mm、mm。1980年のツインキャブレター仕様は 105PS、6000rpm を発揮した。輸出仕様は、ダット 3180K のものが 77PS、5600rpm、910型ブルーバードのものが 86PS、ツインキャブレター仕様の910型ブルーバード。 SSS および輸出用シルビアが 90-92PS であった。Z18 も商用車用エンジンがラインナップされており、1気筒あたり、点火プラグ1本のシングルプラグ仕様のシリンダーヘッドが採用されていた。参考スペック採用車種、Z18E は、主に日本市場向けに生産された 1.8L の燃料、噴射装置仕様のエンジンである。 Z16E と同じく主に上位グレード向けという位置づけのエンジンで、ほとんどの仕様は Z18S と同一であったが、最大出力は1980年の時点で 115PS6000rpm に増加している。参考スペック採用車種 Z18ET は主に日本市場向けに生産された 1770cc の ターボチャージャー及び燃料噴射装置仕様のエンジンである。Z18ET は、Z 型エンジン史上最大の馬力を誇る、ハイチューンエンジンで、135HP を発揮した。参考スペック採用車種、Z18P は、日本のタクシー市場向けに生産された LPG を燃料とするエンジンである。商用車用の Z18 と異なり、 乗用車と同じツインプラグ仕様となっていた。採用車種 Z20S は 1952cc のエンジンである。燃料供給装置はキャブレターであるが、生産時期により Z20 とのみ表記される場合もある。内径 85.0mm、工程 86.0mm。 生産時期は1979年から1984年である。このエンジンも、シリンダーブロックをはじめ、溶化の下部のコンポーネントの多くが、L20 バイトと共用されている。Z20S も Z16 や Z18 と、同じく商用車用エンジンがラインナップされており、1気筒あたり、点火プラグ1本のシングルプラグ仕様の、シリンダーヘッドが採用されていた。 このシングルプラグ仕様の Z20S は、Z 型エンジン史上最も遅くまで生産が継続されたエンジンであり、E23 型キャラバン、ホーミーにおいては、日本国内では1995年、世界全体では1997年まで製造され続けた。参考スペック採用者種、アメリカ合衆国では、 Z20S は1980年から1981年の RAT3510 でのみ選択可能であった。Z20E は1979年から1984年7月にかけて生産された Z20S の燃料、噴射装置仕様のエンジンであり、内径工程は Z20S と同一ながらも Z20S よりも 全長の長いコネクティングロッドと短い圧縮口のピストンが組み込まれていた。このエンジンは100馬力を発揮した。Z20E は720型ダットサントラックでは選択できず、キャブレター仕様のみであった。720型及び D21 型の米国仕様では、Z20E は選択できず、カリフォルニア仕様のみで利用できた。参考スペック採用車種。 Z20P は日本のタクシー市場向けに生産された LPG を燃料とするエンジンである。商用車用の Z20S と異なり、乗用車と同じツインプラグ仕様となっていた。採用車種 Z22S は 2.2L のキャブレター仕様4、気筒エンジンで1981年から1983年にかけて製造された。 内径 87.0mm 工程 92.0mm。米国市場のダット3 720においては 86HP を発揮した。なお、Z22S は日米共に商用車のみの展開であったが、Z18 や Z20S のようなシングルプラグ仕様は設定されなかった。参考スペック採用車種、Z22E は、 1981年から1983年にかけて生産された Z22S の燃料、噴射装置仕様のエンジンであり、北米市場でのみ販売された。このエンジンも z 2 e と同様に、内径工程と圧縮比は、Z22S と同一ながらも、Z22S よりも、全長の長いコネクティングロッドと、短い圧縮口のピストンが組み込まれていた。 参考スペック採用車種 Z24 は1983年から1989年8月まで北米市場のみで製造された 2.4L の直列4気筒エンジンである。キャブレター仕様のため Z24S と表記される場合もある。参考スペック採用車種 Z24i は 1985年4月から1990年にかけて北米市場のみで製造された Z24 の燃料噴射装置版エンジンである。Z24i は多排気量の E 表記のものと異なり、インジェクターがインテークマニホールドではなくスロットルボディに配置されたシングルポイントインジェクションであるためにマルチポイントインジェクションの多排気量を特別する意味で、 i の表記が用いられている。Z24 i は1985年のモデルイヤーにおいてダットさん 720ST ピックアップに最初に搭載され、1990年にか 24E に置き換えられた。燃料噴射装置かと並んで Z24 i の重要な変更点は真空深角式ディストリビューター内に 光学式クランク角センサーが追加されたことである。こうした点火装置の改良で、より正確な点火時期とエンジン制御が可能となった。参考スペック、採用車種、北米市場で販売されたすべての Z20、Z22 及び、Z24 エンジンは、ナップス、Z エンジンとして知られており、北米でもナップスは、日産アンチ。 ポリューションシステムの略として認知されていた。日本市場と異なり、北米市場のナップス、Z エンジンのうち、1982年以前に製造されたものと、パスファインダーに搭載された Z24i は、原則として、乗用車用エンジンであってもシングルプラグヘッドが、搭載されていた。しかし、全米50州のうち唯一、周年の厳しいハイガステストが、 車両所有者に義務付けられたカリフォルニア州においては、蒸気を含めたすべてのナップス、Z エンジンにツインプラグヘッドが搭載され、販売された。客中リバージョン、ハット AB ガイブリンク日産自動車のエンジンの、歴史 Z 型 AB ガイブリンク日本の、自動車技術 2401000Z18、AB ブラウンシュバイク、ロバートブーシー。 ハンス、ウルリッヒ、エズ、アウトモビルレビュー80、75、ベルヌ、スイッツアランド、ホールワッグ、エイジピアニッシモ、258、262、AB ブーシー、ハンス、ウルリッヒ、エド、アウトモビルレビュー83、78、ベルヌ、スイッツアランド、ホールワッグ、 AG ピアニッシモ四百四四百五 ISBN 3から四4四0 6六6 5六五三 AB カーグラフィック自動車アーカイブボリュームイレブン八十年代の日本車編東京二元車 P141 ISBN 978から四から五4四九一0 1一八六アウトモビルレビュー八十三 P407 ハット AB クリス ハイパフォーマンスオートモティブテクニカルリソースページダットサンスペシフィックテックインフォメーションハットダットサンエンジンズ 200SX& ピックアップ4シリンダー FSM 注射区バルブオーバーラップの際に排気ガスが排気ポートからシリンダー内に引き戻される現象急排気効率が悪く排気パルスの速度が遅いほど発生しやすい1980年当時 欧米市場での出力表記がネット値に移行していたためのものであり、国内仕様と比較して実質力が下がっているわけではない。アメリカ合衆国50州のうちカリフォルニア州のみ独自の排ガス試験が課されており、排ガス規制が厳しい。ありがとうございます。